夏場暑いので畑には朝行くっていう感じで、冬はもうちょっとゆっくり。趣味と仕事が一緒なんで、植物のことをやるお世話も仕事の一つなんで、結局畑の野菜も観葉植物も同じ植物なんですよね。すごくつながっているので、もう朝から発見というか、一番大好きな時間は畑なんですけど、今は植物と関わっている時間がすごい楽しい。もう野菜買わない、ほとんど買わないので、食材は野菜はほとんどが畑のものになりますね。軍手しないとね、熱いんですよ。金属なんで、お弁当が。ちょっと娘はダイエット中なんですけど、少なめと言われてるんで。定番っていうのはなくって、主人はさっき言ったパン、紅茶、フルーツですね。子供たちはお米とか、私は大体グラノーラとかが多いんで、バラバラですね。特に息子はもう朝から結構食べるので、でお弁当もあるんで、割と夕食並みに時間がかかるなという。あんまり家事が嫌なわけではないし、料理が嫌いじゃないですね。
息子がサッカーしてるんで、なので、まあ、洗濯2回回すっていうのはもう主人もサッカーやってるんですけど、で、まあ、夜帰ってきたらジョギング行ったりするんで、も2回3回ぐらい回す時も結構ありますね。今日は例えば春巻きにしようと思うんだったら、春雨だけ茹でといて、椎茸も戻すのに時間かかるんで、椎茸を戻し水に入れて、それを冷蔵庫に入れとくだけで、ちょっとこう昼過ぎで夕方近くにどんどんなってくると、あ、そうだ、今日は春巻きの準備をしてるんだったっていうだけでも、もう気持ちが全然違いますね。生ゴミをコンポストに入れると、キッチンの生ゴミが全てリセットされるんで、その朝のリセットになる瞬間がすごいなんか気持ちいいですね。卵の殻とかもう全部ですね、炒めてこうソースが残ったものとか、煮汁とかいろんな魚の骨、鶏肉の骨とかも全部コンポストに行くじゃないですか。そしたらそのコンポストのものを今度畑に堆肥として利用するんですよね。だからその循環ができてる。でまたその循環を考えるのが楽しくて、ゴミってすごいネガティブなものなんですけれども、私にとってはすごいポジティブなものに変わるんですね。だからその過程を楽しんでるのもその家事の一つなので、あの家事がそんなに苦にならない。夏は特に、まあ、涼しい時間でないと、昼になっちゃうともらった水温が熱くなっちゃうっていうのもあるんで、何が取れたとか何をしたっていうのをずっと年間で管理していって、そうするとやっぱ失敗した時に次の年にどうしたらうまくいくかっていうのを考えていくので、一つのゲームみたいな感じに。朝は一日の中で一番忙しい、もうぼーっとするのが本当好きで、好きというかもうそれがないと生きていけないんで、その時間にこういろんなこうインスピレーションもらったりとか、植物と向き合ってる時間とか、あとまあお茶飲んでぼーってしてる時間とか、こっからだとリビングがこう見えて、この季節でね、窓の外がすごい変わるんですよね。Thank you.